皆さんこんにちは。本日はですね、エンゼルスお休みというところでね、大谷さんの試合はなかったんですが、まず、大谷さん26日ですね、日本時間26に、先発ピッチャーで、登板予定ということでね、次が9勝目かをかけての登板となりますのでね、まあそちら楽しみにというところで、まあ明後日ですね、日本時間、お楽しみにというところで、そしてヤンキース5対1で勝ちまして10連勝というところでね、そしてねアトランタもですね9連勝中だったのかな。でもアトランタは今自分の地区で首位ですし、まあヤンキース的にもね状態がいいっていうのがやっぱり伺える試合だったんじゃないかなっていう感じですよね。共に9連勝で来てたところを倒してるわけですからね、素晴らしいというところで、今日はスタントンが2安打3打点、サンチェスがまあ2打点というところで、まあね、サンチェスいいところで打ったなという感じですね。そしてまあモンティが5イニング1失点というところで、頑張ってね投げたかなという感じで、まあ、その後リリーフがね、抑えまして5対1というところになっております。いやーいいですね、なんだろうね、やっぱりちょっとやばいなってなったとこから、まあ補強とあと代わりに出てきた選手、が頑張ったっていうのはありますよね。で今この枠の中にいない選手たちもたくさんこう試合に出ててですね、まあその人たちもこうなんだろう、怪我人とかコロナとかの穴をねこう入ってきて埋めて、でまあ戻ってきたらまあその人たちはねいなくなっちゃうんですけども、ただまあその人たちがいたおかげでまあ今ねこういう状態まで持ってきているのかなという感じもありますのでね、まあ感謝ですよね、でまあそういうところの穴がうまく埋まったというとこですよね、ヤンキース的にこう良くなったのはね、そこでまあこう代わりに入ってきた選手がね全然ダメだと、まあどんどん下がっていったと思うので、まあ良かったなというとこですよね。そして吉筒郷さん、今日もホームランというところでね、今日は代打で出ましたけども、代打ホームラン、今シーズン3号というところで、そしてねピッツバーグに行ってから7試合、18アットバットで6ヒットで、うち3本がホームランで、打率が3割3分3厘というところでね、いやーよかったよねとしか言えないんだけど、本当に良かったよねっていうところですよね。何なんでしょうね。で今日も96マイルの速い系の球を打ったのかな。でまあ速いの打てないって言われてたしね。いや何かこうやっぱりドジャース行って、トリプル A に行って、そこでまあ調子を上げたっていうので、まあ、何か掴んだんでしょうね自分の中でね、きっとっていうのがこのまあ、ピッツバーグに行ってからの、まあ、今のところの活躍に、つながってるのかなっていうところでね、まあ、そのマイナーに行く行かないっていうね選択も多分あったのかなと思うんですけども、契約がどうなってるか分かんないけど、でも行ってよかったなっていうね気がしますよね。じゃなかったらおそらくそのメジャーの中で適応するっていうのをやらせてくれるようなところってまあないじゃないですか、もう今みたいになっててね、優勝争いしているようなチームはね。なのでまあマイナーでこう調整してっていうのが逆に良かったっていうのと、まあそこでねまあ活躍したからこそ声がかかったんだとは思うんですけどもね、まあよく、パイレーツですね取ってくれたなというところと、まあこのままね、同じようにこう活躍していけば、まあ、来季そのままパイレーツっていう可能性もなくはないんじゃないかなっていうのはありますしね、その低迷してるねチームではあるので、まあそこの起爆剤というかね、そういう、ねになってもらえるというところで契約がね、もらえるのかもしれないっていう可能性がね出てきたんじゃないかなっていうところですよね。いやちょっと前までだったらやっぱりホームランも出ないし、まあ打率も悪いしっていうところでね、ちょっと厳しいなという感じでしたけども、ホームランが出始めればね、まあ、多少打率が悪くてもホームランが出れば、
数的にね、もうちょっと全然取ってもらえるところはあると思いますし、なんかその早い球にも適応し始めたんで、まあ、何かしらね、こう対策を練って掴んだ結果だとは思うので、そうなればまあ日本であれだけやった人間ですからね。だから技術的なもんはね、あるわけですから、いや何かこう苦手なところを克服すればね、普通に打つとは思うので、だこれからまああと1ヶ月ね、どの程度打つか分かんないんですけども、まあ、おそらくホームラン数が増えていけば来季の契約が、まあその年俸のね、金額云々で言っちゃうと分かんないんですけども、契約自体の話は来るんじゃないかなというね、ところの状態まではいけると思うので、まあもうあと1ヶ月ね、気合い入れて頑張ってもらいたいなと思いますよね。いやでも本当にね、良かったなという感じですね、個人的にも。まあ皆さん応援してたとは思うんですけどもね、良かったなという感じですよね。そしてね、最後になりますけども、マエケンさんがね、また IL 入りしてしまったというところでね、前回登板した時にね、途中でこう右腕かなの張り、前腕かな張りというところで、降板したんですけどもね、途中で。まあそれがやっぱり、ちょっとあるというところで、まあ IL 入りと。でまあ今季2度目というところでね、どうでしょうね、今シーズン中に、まあ、また戻って投げられるかっていうのはちょっと分からないね、状態かもしれませんけども、まあまだ1ヶ月あるのでね、可能性はありますけどもね、まあ大きな故障ではないと思うんですけどもね、まあてか思うというかね、願っているんですけども、ちょっとね、今シーズンは2度 IL と。でまあ去年に比べるとね、ちょっと成績を落としたかなというね、感じはありますけどもね。まあちょっと心配ではありますけども、軽傷であることを祈ってという感じですね。ということでね、まあ本日、エンゼルスの試合はありませんでしたけども、ヤンキース10連勝というところでね、なんか9連勝同士のチームが対決するっていうのは120年ぶりとからしくてね、まあそんなにね、ないですからね、そんな9連勝することもね。しかもそのチーム同士が当たるっていうのもね、まあ本当珍しいということで、120年ぶりのね、対決ということになったということですよね。いやまあでもヤンキース10連勝ということでね、まあ一つでも多く、伸ばしてもらいたいなっていうのはありますけどもね。まあただレイズもそんなに負けないのでね、差はなかなか縮まりませんけども、まあ4ゲーム差というところでね、まあまだわからないというところなんで、頑張ってもらいたいなっていうのと、26日ね、大谷さんの登板を応援してほしいなと思いますね。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、コメントよろしくお願いします。では終わります。